長崎です。ゴールキーパーは富澤、ディフェンス4人、奥井、二見、江川、加藤、ひじり、そして中盤右にクリスティアーノ、ボランチはカイオセザールと加藤勝、左ハーフには米田、ツートップのコンビはエジガルジュニオとトクラです。ベンチメンバーを見てみますと、怪我やコンディション不良で戦列から離れていた若手桑崎、そして上中、朝日、こういったあたりが戻ってきています。一方のアウェー町田ゼルビアです。ゴールキーパー福井、ディフェンスこちらも4人、奥山、深津、高橋、尾長、そしてボランチには佐野と高江、2列目には太田、安井、平戸、ワントップにビニシウス、アラウジョとなっています。ベンチメンバーでは長谷川、アーリア、ジャスール、そして高卒ルーキーの宇野といったあたりが今日もベンチからのスタートということになっています。気温は24度、湿度は 25%、 絶好のコンディション。さて、長崎のクリスティアーノ選手、前節の徳島戦で J リーグ通算の300試合の出場を達成しています。2013年の栃木の時の監督が今の長崎の松田監督と、うん、そうですね、まあ、ここも何か縁があるんですね。そうですね。さあ、ゴールキーパー福井のゴールキックから町田、ビニシウス、こういったところですよね、うん、平戸が奪った。さあ、ドリブル行く町田、こういったところ早いですからね。流れているのがビニシウス、そのビニシウスが打てるか、これは、うん、クロスなのかシュートなのか、キーパー富澤直接キャッチしました。まあ、そういった意図もやはりこう左に置いているっていうのを感じますよね。ですね、うん、これが桶山の1対1の強さです。参考までにタックル数もリーグでは5位タイ。面白いボールだ。さあ、ビニシウス左足、キーパー正面、その平戸からのフリーキック、面白いボール、戻す、ビニシウス、オーバーヘッドのような形になりましたが、ここは得点にはなりませんでした。立ち位置を取ってますね、取ってますね。センターバックが広がっています。さあ、ここボール奪った長崎、エジガルから前にクリスティアーノ、さあ、中上がりがまだ少ないか、一人かわしてクロスはヘディング、最終的には米田選手ですね。米田ですかね、はい、このシーン、まあ、ここもスピード感ありましたよね。で、ここはそのクリスティアーノ選手の甲で剥がしたところですけども、この後米田選手しっかり入ってましたし、まあ、勢いを持ってヘディングいけてたので、うん、決めたかったですね。まあ、少し相手に当たってますので、ディフレクションがありました。ちょっとですから左サイドの方が前がかりになっている、こう変形の形になっているというか、そうですね、はい、さあ、米田奪った、ドリブル、シュートを打っていった、決まった、素晴らしい、長崎先制、米田今シーズン初得点、前半41分です。今シーズン副キャプテンの米田が自身として初得点、それが先制点になりました。意図的にというよりも少し、ね、こぼれ球に対して米田選手しっかり反応してますよね、で、相手がどこにいるのかっていうのをしっかりと分かった中で、右サイドに運びながら、このターン素晴らしかったですね。相手の逆を取ってますし、まあ、ここで打たなかった、運んだというところがそのシュートコースを作ったということにもつながりましたし、あとはシュートのコースですよね、はい、まあ、あそこからしっかりと腰をひねりながら逆サイドの、長崎はここで取れるとチャンスですけどね、うん、米田からエジガル、さあ、キープできるか、時間作れるか、米田からクリスティアーノ、さあ、クロス、シュートだ、あそこからシュートですか、福井がセーブした。少しトラップが右に流れたと思うんですけどね、はい、まあ、この前のシーンですけども、しっかりとカウンターですね、マイボールにして、まあ、ここですね、少しこう合わなかったんですけどね、ほぼ合わなかったんですけども、あの位置からあそこのニアの位置にシュートを打てるパワーっていうのはやはり素晴らしいですね。威力のあるシュートでした。ルーズボールは海洋、トクラが収められた、そして振っていきます、加藤ひじり、クロスが入ってくる、トクラバイシクルシュートのような形、ここは、
か駆け出しました。あ、ここはいいキープだ。あー、素晴らしい。ゴール前。ビニシウスの左足はクロスバーの上。低いから長いボール、1点を追う町田。逃げ切りたい長崎。このボール町田つなげられるか。佐野から前に中島。ここで試合終了の笛。リファーレン長崎2試合ぶりの勝利、引き分けを挟んでこれで3試合負けなし。松田監督拍手を送っています、手を振っています。3勝2分け4敗、勝ち点を11に伸ばしました。